オロチは五行山の向こうにいるようじゃ。やはり破壊の限りを尽くしておるらしい。この状況見過ごせません。復帰殿、急ぎオロチを追いましょう。天帝の意識が戻らないならどうせまだ心境の話もできないしね。他の仙人たちももうオロチのところにいるのかな。スサノオラは依然魔物との戦いで身動きが取れんようじゃ。その代わりナテと悟空を送ったらしい。奴らと合流するのがいいかもしれんの。一緒に戦えるのってその二人だけ？仙人って他にもたくさんいるんでしょ？それが妙なことになっておってもちっとも連絡が取れんのじゃ。思えば以前もそうじゃった。なぜか皆の足並みが揃わんかったんじゃ。足並みが揃わないか。この状況って今は考えるよりも動けってことで、とりあえず五行山へ行きましょう。魔王オロチが誕生する瞬間を目にした英雄たちは必死に天帝を守り抜き戦場を脱した。しかし戦界は強大な敵の出現に混乱を深めていく。天帝が深手を負いその力を行使できない今、戦界の将たちは団結して事態の収束に当たるべき時であったが、なぜか足並みが揃わない。その理由は誰にもわからなかった。そんな中、魔物との戦いで動けないスサノオに代わり、ナタと孫悟空がオロチ討伐に赴くこととなる。復帰と人界の英雄たちは同行を申し入れ共に出立した。久しぶりじゃねえか。人間なんか連れてどうしたよ。人間？弱いやつがいると邪魔なんだ。足を引っ張るならどこか行ってよ。ナタさん、なんかちょっと違わない？変な道具がついてないし、髪の色も違うし。しかし、強さは変わらぬ様子。オロチとの戦いには心強い味方です。何をブツブツ言ってるの？僕は早く戦いたいんだけど。ナタ、まずは話を聞くんじゃ。わしらはここを抜けオロチの元へ行く。ここにも戦海将が何人か来ておるようじゃ。そやつらに声をかけ協力を願おう。そんなの復帰が勝手にやれば。僕は僕の思うように戦うだけだよ。お主は相変わらずじゃの。まあよいわ、行くぞ。行こうか。叩く。
境地を見つけ、宝石を食い止めるのじゃ。他にも味方の将がいるようですね。合流し、協力を仰ぎましょう。おい、お主ら、わしらと共にオロチを倒しに行かんか。オロチを倒しにだと？断る。お前たちこそここで倒れるがいい。旋回の危機を前に私の助力を仰ぎに来た。だが残念なことだ、私はキコーラが憎くてならぬ。味方同士で争っちゃうこの感じ、なんか前にもあったよね。この時代もあの人どっかにいるんでしょ。あの人が悪さしてるんじゃないかな。悟空、オロチなんて僕たちでやっちゃおうよ。いいぜナタ、付き合ってやるぜ。私をこの程度だと思っているならば迷子さんだ。バカな、信じられ。こんな状況じゃオロチを倒せないしさ。まずはあの人たまものまえを探しに行きましょう。まずい。お前たちはここで終わりだ。魔物前が作った偽物のようですね。他の手がかりを探しましょう。調子じゃないな。覚悟しろ、お前たちはここで倒れるのだ。残念、手がかりなし。さあ、他を当たろうか。新たな軍勢じゃな。敵でも味方でも手がかりにはなるかも。行くだけ行ってみようよ。目の覚める戦ぶり見事。オロチ討伐ですか。俺も一緒に向かいます。そういえば南西で怪しい奴らを見ました。進軍を急いだので詳しくは分かりません。怪しい奴らか、それは怪しいな。じゃあ南西に行ってみよう。冷める戦ぶり見事。やるの。ここまで来るとはさすがですね。ですがもう終わりにしましょう。メザーニア、私が片付けてやれ。かなり敵と。死の負けですか。いい調子じゃないな。私こそ真の三国無双だ。
僕の勝ちだ。
最初から分かってたけどね。逃げられたが、賜物前は弱っておった。しばらく変化の術は使えない。なら今がオロチを撃つ好機だね。賜物前の邪魔が入らないだろうし。みんなようやってくれた。おお、お体はもうよろしいのですか。ケイラが守ってくれたおかげじゃ。礼を言う。あの、お願いがあります。俺たちに心境を貸していただけませんか。未来でも賜物前は悪事を働いてます。彼女を封印するために心境が必要なんです。ケイラは真の恩人。その願い叶えてやりたいのじゃが、心境は王竜により傷ついてしまった。修復は清らな気の中で行わねばならぬ。じゃが今はオロチにより、旋回は正気に満ちておる。ではオロチを除かねば心境は治らぬのですね。人の子らよ、オロチの捕縛に手を貸してくれぬか。チンはオロチを幽閉することができる。じゃがそのためには木を作らねばならぬ。木、わかりました。俺たちで何とかやってみますよ。それじゃあ早速行きましょう。やっぱりこれくらいやらないとね。